毎日からピエロとディル・アンドレイのプロモーションが。ありえない。そういう仕組みがあるから、ありえない。全然ありえない。どうでした？びっくりしました。夢かと思った。夢かと思いました。ピエロです。ピエロ。私はディル・アングレイです。いや、あ何が起こるのかなって今まで2人はなんかくっつくことないっていうことを思ってたのでここで何かすごいものが見えることを期待してます。なんかびっくりしました。なんかどういう異色のコラボが出来上がるのかって今からすごく楽しみです。なんか、ね、それこそ当時は全然予想つかないようなことが今起きてるなっていうのがすごい楽しみです。ちょっとこう得体の知らないものになると思うんで、その辺は自分もちょっとリアルタイムにこう感じながら作っていければなと思うんですけど、
まあ同じ時代で、まあ、たくさんバンドがいて、まあバンドがバブルというか、まあ、ブームというかそういう時代だったんやけど、まあいわゆるまあでもなんか戦国時代というか、まあ、いろんなバンドが、できては消えていきっていう中でお互いこう戦ってきたというか、ピエロとして、ステージに立つのがもう2年半3年ぶりぐらいにはなるんですけど、まあ、今回、まあ、会場横浜アリーナということもありますし、まあディル・アンブレットのツーマンという形もありますんで、そういう意味ではすごくこう、ピエロらしさっていうのはすごく出せる場所なんじゃないかなと思ってるんで、そういう意味でもすごくですごく楽しみにしてワクワクはしてます。世代でもあり、なんか当時のその音楽史の中で、まあ、雑誌だったりとかも絶対めくると絶対言ってたし、まあ、自然と、まあ、バンドピエロ自体を意識してたところはあるかなと思います。それぞれの自分たちのライブをそれだけで多分横浜アリーナの空間はすごいものになるような気がします。その昔もうディル・アングレーとピエロってね、なんかこう二大巨頭みたいな感じで今見られてた時代もまああって、こうでも当時の、ファンの人たちからするとこういうカードって多分実現しないっていうか誰も想像してなかったものだと思うので、そういった意味でこちら側も、ある種燃えれるというか。Thank you.
俺にとっては先輩でもあるけど、うん、でも同じ時代を一緒に戦ってきた人たちだと思ってるかな。気持ち的にはいつもと同じ、何ら変わりのないいつものディール・エン・グレイを、まあ、見せるというか、うん、そこは全く変わらないとは思うんですけど。そうですね、こうなんか昔を振り返ってなぞらえるというよりは、今自分にできる今の見せ方だったりというものをしっかりこう考えて見せていければいいなと思ってますし、単純にこう一緒にやれるいい機会だと思うんで、思いっきり楽しんでほしいし、もっといろんな人に知ってもらえればいいなと思ってます。結構同じ時代やっていたバンドっていうイメージもあるんですけど、個人的には結構前から自分でも聴いていて好きだったバンドなので、まあ、楽しみに。まあ、負けないぞという気持ちで挑みます。横浜アリーナはもう個人的には一番好きな会場なので、今回も楽しみにしています。再結成を、ね、して、ま、その次のライブがこれということで、なんですけど、やっぱディラン・グレンの場合は現役バリバリで続けてるバンドということなんで、なんかこう変な意味じゃなく負けたくないなっていうのは気持ちはやっぱ大きいですよね、うん、だから何が勝ちって分かんないですけど、とにかくなんかイベント自体を盛り上げたいっていう気持ちの中で、やっぱなんかいい意味でこう刺激し合えてこう戦えればいいライブになるんじゃないでしょうか。はい。そうですね、でもあんまり久しぶり的もない感じで割と自然でした。
でもやっぱり一番こうスタンスとしてディラン・グレイのスタンスっていうのはすごくなんて言うんだろう、わまあ音楽性は違うけどなんかストイックさというか、まあ、その辺の緊張感が似てると思うんで、そういうバンドがこうバチバチっといくのがこの時代にはまた珍しいぐらいだと思うんで、緊張感をあえて作れたらなと思います。
やがて僕は最後の鍵を
くお願いします。やめろ！
ライブを見てくれたお客さんにとっては、懐かしい演奏になっているんだとは思うんですけど、どうしても来れなかった、見たかったっていう人にとっては、もちろん生の臨場感にはまたちょっと勝てないのかもしれないですけど、でもそれに近い、もしかしたらそれを超えるぐらいの再現度を持った映像作品になっていると思うので、楽しんでもらえたら嬉しいです。この、ね、ピエロとディアングレが一緒にライブをするっていうのが、これでもしかしたら最初で最後かもしれないし、この2つのバンドしか出せない空気感をまたこの映像で感じてもらえたらなと思います。わかんない、見てくれてありがとうございます。また次回も機会があったらやるかもしれないです。やらないかもしれないです。こういうなんか台湾とか、複数のアーティストが入ったアイテムっていうのはなかなかないと思うんで、なんかまあいろんな垣根を越えて何か一つのものを作ろうとしてるという、何かをこう感じてもらおうと、何かを変えようとしているっていう感情を何か感じ取ってもらえれば嬉しいかなと思います。おそらくこの先もこういうツーマンってなかなかもう実現できないと思うし、まあ、あの時代だったからこそディル・アングレイとピエロっていうのは、面白い立ち位置でお互い存在し、そしてこう時間が経ってこういうね、あのライブができたっていうのはある種事件性がねあるというか、面白い出来事、歴史振り返った時にこの、VK のシーンの中でなんかこう皆さんの記憶に残るようなね、ライブになっていてくれたらいいなと思います。当時やっぱり90年代ね、クラブ上の系の中でやっぱライバル視されていた、バンドと一緒に共演するってことはやっぱり、なんかね、夢の共演というか、そういう形になると思うんで、ぜひ、イベント自体を楽しんでもらいたいなと思います。はい、そうですね、こう間違いなく楽しんでもらって記憶に残るライブになったと思うので、まあこう今後の僕たちの姿も変わらず追いかけて応援していただければいいなと
思います。ピエロとしても久々にこうステージに立ちましたし、こういうツーマンという形での、ライブでもあったんで、その辺のこうちょっとこうそれぞれのバンドの違いなんかもより楽しんでいただけてるんじゃないかなと思うんで、まあそこはこう存分に何回も繰り返し見て堪能してもらえたら嬉しいなと思います。いろんな楽しみ方、バンドのライブとかあると思うんですが、こういうディラン・グレイとピエロみたいな、こういう緊張感とか、戦いみたいな感じ、そういうやり方もあるんですよっていうのを楽しんでもらえてたらと